アーツは東京都目黒区柿の木坂一丁目にある日本で最初にインテリアデザインの教育を始めた東京都認可の専門学校である。1963年に唐沢達子によって創立された。正式名称は学校法人環境造形学園専門学校 X カレッジオブアーツ。なお、旧校名は専門学校インテリアセンタースクール。 イコール生活を豊かにするインテリアデザインの中心となる学校であり、X はインテリアセンタースクールの略称として現在も引き継がれている。学習教科内容は大学等の建築学科とほぼ変わらないが、ヒューマンスケールを中心として環境までのデザインを学ぶ。学内の教員は建築、インテリアの専門家で構成されており、 学生の学習意欲の向上に適した環境をもたらしている。英国国立大学との提携で、チュートリアル教育を導入、個別指導による個人の資質向上を図る、外部審査官による評価の客観回コール公平な第三者評価、課題レベルの維持イコール年度末の教育内容の評価創立50年を超える本校からの卒業生は、インテリア業界に多く就業しており、 堅実な業務実績から高い評価を受けている。また、就業へのネットワークが幅広く定着している。家具からインテリア、建築まで、あらゆる空間を、ヒューマンスケールから環境まで快適にする、デザイン、設計能力を習得する。X のインテリアデザイン教育を総合的に学習するコース。1級建築士受験資格、2級建築士受験資格、 木造建築士受験資格を有する。空間をデコレーションする能力を身につける。住宅、商業空間の構成要素の感性を磨くことを、中心にインテリアデザイン、デコレーションを学習するコース。二級建築士受験資格、木造建築士受験資格を有する。分業化され細分化された建築業務において、 デザインから思考まで横断的に学習することで多能工として現場を統合できる人材を目指すコース。リフォームの世界をはじめ家具、思考管理等々様々な世界での活躍が期待されている。二級建築士受験資格、木造建築士受験資格、一級二級建築士考管理技師の受験資格を有する。夜間もしくは土曜日の時間でインテリア。 建築のデザインを学習する。昼間部のインテリアアーキテクチャデザイン化と目指すものは共通するが、履修時間が限られていることから社会人や大学生などが多いコース。二級建築士受験資格を有する。1963から1969、1970から1979それに伴い、加盟変更、本家をインテリアデザイン化。 夜間部インテリアデザインを、インテリアデザイン科二部とする1980から1989、1990から1999公明変更、インテレクティブデザイン科設置英国、何後の学生、教師の交換留学実施2000年代。ありがとうございます。